主党の佐藤正久です。防衛大臣が市川さんから田中さんに代わりました。昨日あるところの会場で一人の方から言われました。なんで日本の防衛大臣が素人からド素人に変わったんですかと。かなりきつい言い方でした。非常に日本の国を憂いている、もっと真面目な方なんですけども、非常に心配しておりました。それは多くの国民が今思っている感情だと思います。今北朝鮮が指導者が変わり、非常に安定とは言えない状況、中国も今年は指導者が変わる、韓国も今年は国会議員の選挙やあるいは大統領選挙がある、アメリカも大統領選挙がある、こういう時期に本当に日本の安定というものが、まさに災害からの復興という時に一番大事な基盤となる部分を支える防衛大臣が、なんで素人からド素人へなの、半分怒りにも見た表情で私に訴えられました。私ははっきり言います。田中大臣が防衛大臣の座にとどまればとどまるほど日本の国益が失われていく状況になると。よって一日も早い自らの判断での防衛大臣の座を退くという決断をしていただきたい。知識がないということについては、これはある程度学べば追いつく部分もあるかもしれません。でも今そういう状況ではない、つまり時間がないということは多くの人も分かっていると思います。さらに加えて、私が彼について不適だと思っていることは、やっぱり自覚と責任なんです。防衛大臣というのは防衛省という行政官庁のトップであり、また自衛隊という運用組織の指揮官なんです。そういう防衛省と庁あるいは自衛隊の指揮官両方について、私は自覚と責任というものを彼はそんなに感じていない、そういうふうに思わざるを得ない。例えば普天間問題を解決する、これは防衛省という行政機関の長として大事な仕事です。まさに地元対応は防衛省設置法に書いてある通り彼の責任です。その沖縄に行って、本来であれば一番大事な普天間基地あるいは辺野古両方を見て、現地の人からいろんな悩みを聞く、でも悩みを聞いた上でもそれでもやっぱり普天間を辺野古に移設するのが大事であれば説得しないといけない。であればやっぱり普天間に行き辺野古に行くべきなんですよ。ところがこの前の沖縄訪問では時間がいっぱいあったにもかかわらず辺野古の方には行かなかった。今まで一回も行ってないんですよ。私はやっぱり普通であれば辺野古に行き、賛成派あるいは反対派の両方の人から話を聞いて、その痛みをまず共有しなければそれは交渉ものなんかできません。中山知事の前で挨拶文を読み上げる姿、これで本当に信頼関係ができるか。人間真剣になれば自分の言葉で訴えますよ。さらに自衛隊の指揮官という立場から言えば、今すでに南スーダンに部隊が派遣されているにもかかわらず、彼らの武器の使用、これを縛る武器使用基準について理解がない。これでは派遣隊員と大臣がつながることは絶対無理ですよ。みんなギリギリの状況でやっている。しかも派遣部隊をどこの部隊が警護担任かっていうことすら知らない。本当に指揮官としての隊員の命を守り抜くんだっていう責任感、これがあるとは思えない。で、さらに今度は自分の女房役でもある秘書官、万波氏から前任者の吉田氏に変えた。国会答弁がうまくいかないのは、それは秘書官のせいではなくて、やっぱそれは自分の責任ということを感じることが普通の人であり、ましてや自衛隊の最高指揮官を支える本当防衛大臣であり、部隊27万人を運用する防衛大臣なんですよ。変えられた秘書官がどう思うか、しかも前任者に変えられる、これは一番たまったもんではなくて、プライドがズタズタですよ。周りもみんな見てる。本当に秘書官が足らないと思ったら増やせばいいんですよ。なんで変えるんですか。もう彼のもとで
真剣に汗をかこうという隊員はいなくなってしまいます。これも沖縄の真鍋局長に対する対応も全く同じ。もう2点3点ブレてる。何が問題か、どこの部分が自衛隊法に違反するのかという部分もまともに勉強していない、自分で詰めていないがゆえに国会ではああいうブレてしまい、結局当面の間局長そのまま職務継続、昨日言ってることと今日言ってることが変わってしまう。これでは部下隊員はとてもついていけないと思います。さらに今大事な在日米軍再編の見直し、海兵隊の普天間移設に先立つグアムへの先行移転、あるいは嘉手納基地以南の土地の返還、これを切り離すと、まさにこれから防衛大臣といった本当に難しい局面に立つということが予想されます。でも本当に田中大臣にできるのか、これかなり無理や難しいと多くの人が思っています。簡単に、先行移転と言いますけども、今までと違って戦闘部隊が沖縄から減っていく。今までの我々の説明は司令部要員とか広報要員が8000人グアムの方に行くので沖縄にいる戦闘部隊は借りません、だから日本の安全保障抑止力は大丈夫なんですよという説明をしていたのが、今度は戦闘部隊がかなりの人間がグアムに先行移転する。これでどうやって日本の安全保障抑止力を担保するのか、その分を自衛隊が増強するのかということの議論も全然彼には話をしてもトンチンカンプン、無理です。さらにグアムの移転したいと思ってもまだ施設整備が何にもできてないんですよ。グアムの移転ができなければ嘉手納以南の土地の変化も無理なんですよ。なぜかというとそこにまだ部隊がありますから、部隊がグアムに行くための施設ができなければ嘉手納以南の土地の変化も無理なんです。じゃあそのための財政措置はどうするんですか。これもまさに防衛大臣の仕事なんです。彼はそこまで分かっているかどうか分かりません。まさに今本当に防衛省自衛隊を取り巻く環境、日本の国民を守り抜かないといけない環境、その中で田中大臣、あなたでは絶対無理です。野党が問責とかいうものを出す前に自らの判断で政治家としての出処進退を明確にしていただきたい。あなたがその場にこだわればこだわるほど、長くいればいるほど日本の国益安全保障は損なわれる環境にあると思います。ぜひとも自ら判断をお願いしたい。国民の皆様にもそういう声をもっと上げてきていただきたい。我々は国会の場で正々堂々とやっぱ政策論議をし、彼の問題点というものもしっかり正していきたいというふうに思います。今後とも正すべきものは正す、守るべきは守る、貫くべきものは貫く、この精神で汗をかいてまいります。今後ともよろしくお願いします。